インターナショナルのですね、出店物品なんですけど、こういうあのカメラと、まあ、ちょっとクロマキー合成のリアルタイムで合成できるんですか、これは。はい、リアルタイムで合成しています。はい、で、なんかまあその、まあ、簡易的なセットアップなんですけど、結構持ち歩けるんですよね。持ち歩けますね。はい、はい、今日はあの担いできました。はい、で、後ろに緑のやつをこうシート貼っとくと、その緑のところに背景画像を合成できるという、まあ、そういうソフトウェアです。はい、なので、まあ、背景のところに好きな資料ですとか綺麗な景色ですとか貼っといて、その前で喋るということができるわけですよね。で、まあ、学科に何の関係があるのかっていうと、まあ、これもともと e ラーニングで使われているシステムなんですけど、まあ、研究成果の、ね、発信ですとかそういうのは結構使えればいいなと思ってます。うん、いいんじゃないかなと。で、これ自前で持ってたらすごい手軽に研究成果発信できて、これとか自慢したいものじゃない、うん、ああ、そうですね。あ、何ですか、自慢したいものがあるんですか。いやいや、自慢じゃないです。自慢してください。僕は今日 は、はい、実は何したんですか。次世代自動車技術最前線。そうなんです。なんか俺らより全然すごそうじゃないですか。実はこの隣のですね、パシフィコ横浜というところで、はいはい、次世代の車部についてですね、はい、情報収集に来てます。あ、来てたんですね。で、そのついでにすぐ隣で、あ、横浜市開港記念会館で、え、何、気象学科やってると。気象学科やってると。はいはいはい。で、もともと僕は23日に、はいはい、あの、お手作さん企画の、はいはい、そうですね、シンポジウムが。シンポジウムに来たら、うんうん、んですけど、どうしても、うん、来れないかなって。ほんと、とんでもないやつだよな。面白い。なんですか、23日に何かあったんですか。あのですね、ちょっと僕はあの実は転勤しまして、はいはいはい、ちょっと新しい部署になってしまったんですよ。実はもう5月23日は前の部署の時に、うん、まあ、年金を取ろうということで、はいはい、それでもう行くつもりバリバリだったんです、うん、はいはいはい、年金取って、はい、こういうことになってしまって、はいはい、これなんか行けなくなってしまったので、でもまあ幸いなのか、はい、まあ、新しい部署は実はこっちの方を、なるほどなるほど、強くやるということで、これがまたあのパシフィコで、はいはいはい、あ、それでたまたま横浜来れたわけですね。なるほどなるほど。もう皆さんに会いたいな。なるほどなるほど。いや、もう本当にね、はい、この人は本当に来るからねっていう、ね。大谷さんなんで僕ちょっとこういうの聞きたいんですけど、あの、なんでしょうね、学会とかがあると、まあ、それはお天気の人たちはみんな来るじゃないですか。で、ニコニコ学会とかの方だとお天気と神話とか別の人たちと組むじゃないですか。で、そういう集まりを、ね、いろいろやっていきたいなと思ってて、例えばお天気と自動車の話とかっていうのをモテ作さんと大竹さんとかで聞くっていう話とか、いいですね。天気と大竹さんってこの自動車でいうとどの辺ですか。この辺のなんか出してる電波とかその辺が、はい、僕はその電磁波が、まあ、専門といえば、実は僕は電磁波の専門車が障害物にぶつかろうとすると自動でブレーキかけるとか、はい、あれとかビルハレーダーも、まあ、電波を有効利用するという意味で の、 あの活用の仕方なので、まあ、それももちろんやってますけども、僕が専門とするところは有効利用というよりは意図 してない電磁波が、まあ、あのパソコンからでも出ますし、まあ、電子機からも出てしまう。でそれがですね、車の他のコンピューターに悪影響を与えたり、あるいはその隣の車に悪影響を与えたりということはないように、その電磁波を抑え込む技術を、うん、計測したり対策したりというのを講習技術ですね。なるほど。例えば飛行機なんかだともう乗るとうるさいじゃないですか、電磁波の出すやつを何も使うなみたいな感じ で、 そうで、ね、要はあれと同じようなことが車でも起こり得る。そうですね、起こり得るし、で車もうるさく言われないですよね。そういえば割とうるさいですよ。実はですね、電磁波の法規制、が2004年からも始まってます。今ちょっと猶予期間なので、2016年に強制執行で、そうすると法規を取らないと、世の中に売れないっていう時代になります。もう、実際欧州では、なんか結構ある、ホットな感じなんですね、車と電波。ホットですね。でそこから何かお天気につながる何かとかないですか。無茶振りですよ。それはね、実はモテサクさんと割と
内々的には、まあでもあれ以外にもさあの気象レーダーとかって別に電磁波の速記じゃないですか。そうなんです、あの、ミリ波レーダーって言ってましたね。それがこれスマホで割とその、レーダーの画像とか見れます、見れますね、見れますよね、はい、でもナビで見たことありますね。ないですね、そういえばないですね。車を走らせながら地図上にレーダーの画像とか、はいはい、そういう雲画像とか。そうですね、天気分かったらいいんですもんね。でもあんまりそれできてないんですよ、それをまずはやりたいなと。それはナビ屋さんがどっかからっていうのを、要は気象協会から電あのデータ買えばいいとかっていう話ではないんですか。あ、まあ、そういう話だと思います、そういう話でその画像に重ね合わせるだけで、あとはその緯度経度の座標軸とでその元々持ってるレーダーの座標軸を合わせれば、それ確かチャップステックの堀さんが車の方ではなくてスマホの方で天気とレーダーとってそういう情報を全部垂直で分かるアプリがあったら売れるのにな。なるほど。でそれを車でっていうのは確かにいいですね。今あのナビなんかはねスマホに押されちゃって大変っていうのが、そうなんです、逆にナビ側からの逆転になりそうですね。面白い。まずはレーダーです。なるほど。なるほど。はい。